はい、どうも。妖怪ウォッチプニプニ。今回もやっていきます。3日目ですね。はい、それではね、ドリームマッチサバカでね、八頭身ハロウィスを倒して仲間にまでね、していきたいなと思います。一応ね、このサバカ特攻が吹雪姫、魔女っ子吹雪姫引けたので、まあちょっとレベル全然上がってないけどね。アタッカー2体、魔女っ子吹雪姫と覚醒マナとどんどこどんが、攻撃力アップなんで、確かこれ攻撃力アップ効くはずなんで、いってみましょう。まあ、今回でもね、ありがたいよね。いつもだと、最近だと特攻があっても結構倒せないことはあるんだけど、まあ今回のパターンとかだと、もう上げちゃっていいんじゃないのかな。3万8000で378だけど、どんぐらいのダメージカットなのかな。226、40回カットぐらいかな。まあダメージカットがあるとありがたいね。これでも今回は非常に攻撃力アップだから、あんまりダメージアップは意味ないんだけど、まあやっていきましょう。まあでもね、いいよね、倒せるに越したことがない。さあ攻撃力アップ、効かないんだっけ。効かねえんだっけ。効いたのかな。とりあえず、勝ちましたね。はい、フィニッシュ。こい。まあ倒す、ゲットできなかったけど、まあ倒せましたね。今回なんか昔みたいなね、感じがしますね。はい、じゃあゲットまで行きましょうか。多分魔女っ子いれば勝てるからね。本当今回は初心者に優しいイベントだね。さあフィニッシュ。必殺技打たなくても勝てんな。はい、じゃあゲットしました。素晴らしいね特攻が強いね。というわけで今回は非常に特攻の力でね、隠しステージボス妖怪倒せますねちょっと今回本当に簡単なイベントにね、運営の方が仕上げてくれてるって感じですね。これでサブアカ八頭身ハロウィス SS ゲット。まあこれでジバニャンもいけるかな。はい、じゃあジバニャン行ってみます。はい、そしたらね、ウィスパーゲットしたので、サバカだけどね、今度はね、ハロウィンジバニャンやっていきたいと思います。ハロウィンジバニャンはね、今回は本当に楽かもしれない。一応メインアカはもうゲットしてて、嬉しいね、ワイポイントアップですね。そしてホラーオロチと、八頭身ハロウィスがね、持ってるやつで特攻なんで、まだねレベル40で育ちきってないんだけど、しかもサブアカだけど、技レベル2だけど、まあいけんじゃないのっていうね、ダメージカットもあるんでね、今回非常に優しいイベントになってるかなと思います。まあもしね、非常に初心者じゃなければ、まあ小悪魔コマさんをね、あの4000ポイントで交換してもいいのかなと。初心者はね、もしハロウィス倒せなかったらね。ただ基本的にはまあ今回ハロウィスそんな強くないので、まあなしでもね、倒せると思うんですけどね。という感じで、まあね、今後第5回まであるんで、まあサブアカもね、バイポイントアップはね、ジバニャン欲しいので倒していきましょう。そしたらね、ルビーシュラコマはね、もうすぐ出現率アップガシャが出ると思うんですけどね。トリックアトリート、チョコボをくれなきゃいたずらするにゃんということでね、ハロウィンジバニャンが現れましたと。
必殺技反撃と必殺技無効化、だから攻撃力アップダメージカットが使えないっていうことでね、プリチ、ニョロロン、不思議、うすら影ということで、バキバキにね、特攻が2体サブアカだけど、レベルウィスパーは技レベル1だけど、まあ技レベル1だけどいけんじゃねえのっていうかね、ウィスパーとオロチと、あとはまあヒットポイント高いメンバーで、あとね清流シャドウがいたらね、このヒットポイントがゼロになった時に回復があるんで、あとは白金がねヒットポイント要因で入れてます。クリスタルヤマタンはね、種族効果もアップあるんでヒットポイントをかなり上げてくれんじゃないかなということで、激ムズいきましょう。一応ねダメージカットどんぐらいなのかな、それだけ最初見て、それでもう一回やりましょうか。やなくていいか。1180が確かね、ウィスパーだけだったら 10% カットだったのがどんぐらいになるかなって感じで、とりあえず一回受けてみる、いけるかな。708だとどうなの。118が2で、まあ 30% カットぐらいなのかな。だからまあこのいるとね、かなり2体いると楽かなっていうところで、ウィスパー1体の時はね、前のねあのメインアカウントの動画で見せた通り、技レベル、まあ、4ぐらいあれば、G 技1個と、2発で倒せるかなっていう感じでいけましたね。なので発展途上の人はね、ウィスパーをゲットしてからね確実にやればいいのかなと思います。まあここもねちょっとオロチがねどんぐらい強いかっていうのをちょっと見たいなと思います。まあレベル40で技レベル2だけど、よいしょ、結構オロチがたくさん出てきてくれる。いいわ、とりあえずオロチ一発打ってみるね。これで78000か。オロチ一発だと倒せないな。なるほどね、まあいいや。技レベル2でレベル40だと、まあ一発で倒せないけど、多分技レベル、もうちょっと上げてレベル50だったら多分一発で倒せんじゃないかなということで、今回はねすごいやりやすいねイベントになってるね。あとはもう Y ポイントひたすらねサブアカだけどね貯めていきましょう。はい、フィニッシュ。ワンパンだったねワンパンだ。はい、フィニッシュ、頼むよ。あーよかった、落ちたよ。いやーもう22回ぐらいやったよ。もうレベルもね40だったのがね43、44になっちゃいましたね。まあでもこれぐらいでもね、まあ倒せるので、ね初心者とかね、中級者はね今回、Y ポイントのとね、あと妖怪増やすのね非常にいい機会だと思うんでね、私これでねサブアカもハロウィンジバニャンゲットということでね、いいっすね。あとは3番目のアカウントゲットして、いい感じにしましょうはい、ということでね帰ってきたよっていうことで、これもでかいよね Y ポイントね。50ポイントゲット、いいねいいねこのイベントレベルも上がるしね。はい、ということでね、今回はこんな感じにしたいと思います。ジバニャンね、Y ポイントアップでね
かなり、あと5回あるんでね、ぜひね、今回ゲットしやすいんでね、もう順番でいいと思いますね。ウィス、ハロウィスゲットして、ハロウィンジバニャンゲットするって形でね。うん。いい感じだと思いますね。まあまあ、あ、ちょっと必殺技見れないけど、ワイポイントアップがね、いいので、まあ今後ね、一応ガシャが、これが10月19日までで、10月20日からね、またルビーシュラコもアップが来るので、まあゆる、まあオロチでもね、ルビーシュラコもでもどっちでもね、1体いればまあ倒せるとは思うので、今回のね、イベントについては、うん、で、倒せないなと思ったら技レベルをね、どんどん上げていけばいいかなと思います。通常のミッションね、クリアするだけでも、必殺の秘伝書とかもらえるので、初心者とかね、うん、レベル、技レベル2で、レベル43でもね、1回はワンパンとかもできたんで、うん、まあぜひね、ここでね、ワイポイント貯めて、ルビーシュラコマにね、備えるのも良いですし、うん、これね、貢献度、ここでも秘伝書ゲットできるしね、ここだけでもね、ワイポイント50、100、150、200ってもらえるからね、うん、だから非常にね、ワイポイント貯めて、ガシャでね、うん、妖怪がね、多いイベントはね、ガシャ出やすくなってると思うので、今回新妖怪10体いるしね、もしかしたらヴァンパイアキュービー来るかもしれませんし、まあね、今回のイベントで、まあ少しだけどね、ワイポイント、うん、貯めながらやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はサバーカでね、ウィスパ、ハロウィス、八頭身ウィスパー、ハロウィスと、ハロウィンジバニャね、ゲットやっていきました。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まだ倒せない人もまだまだね、日程があるんで頑張っていきましょう。はい、じゃあそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。